8月23日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて480円99銭高い 27,494 円24銭でした。トピックスは 34.96 ポイント高の 1915.14 でした。東証一部全体の 88% にあたる1939銘柄が上昇、下落したのは全体の1割弱201銘柄ということで、今日は買い物先行、日経平均で申し上げると3日ぶりの反発となりました。新興市場マザーズ指数は 29.68 ポイント、2.8% の上昇。日経ジャスダック平均が28円と32銭高、0.7% の上昇ということで、4指数ともプラスで終えています。日経平均冷やしチャートです。日経平均先週、先々週あたり、ずっと値を切り下げるような展開続いたんですが、今日はようやく下げ止まり、反発の様相を呈しています。下げ止まったとはなかなか言い切れませんけども、それなりに大きめの陽線、480円高 1.7% の上昇で終えています。自動車株ですね、先週の木曜日いわゆるトヨタの減産が伝わって、やや過剰反応気味に売られていたところが下げ止まって、相場全体の心理が改善したようです。7203トヨタ自動車、木曜の5番に減産の報道があって金曜日も下げ止まらなかったんですが、今日は反発、陽線をつけて終えています。金曜の終値と比べると 3.4% の上昇でした。またトヨタ系でデンソーですね、デンソーはトヨタよりも大きく落ち込んだんですが、今日は、大きな陰線の中で、陰線の上の方でそれなりの陽線をつけて買われ、444円高 6.6% の上昇でした。減産といっても、これから下期長期的に見てみると結局は帳尻を合わせてくるんではないかと、そうした見方もあるようで、木曜金曜の動きはやや過剰反応だったと、そうした見方もマーケットでは今日は台頭していました。こうしたところが反発し、市場心理が改善したような格好であります。このほか、例えば商船三井などの海運株ですね。海運株かなり8月以降強い動き続いていました。垂直的な大きな右肩上がりしていましたので、先週はやや調整色の強い動きだったんですが、すかさず金曜日の下げ分を取り戻しにかかるような動きで350円高 5.4% の上昇となっています。今日の東京市場、自動車ですとか海運といった先週弱かったようなところが反発、買い物を集めまして、指数としても3日ぶりに日経平均は反発しています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。